てます。おはようございます。石田さん、まずニューヨーク市場振り返ってですが、急速に円高が進みましたね。そうですね、先週の市場予想を下回ったアメリカの雇用統計に対して、イースター系の欧州勢が改めてドル円を売ってきたというところがあったと思います、はいはい、またヨーロッパの財政不安も意識されておりまして、ユーロも冴えないという中で円が全面高となりました。はい、石田さんの予想レンジをご紹介します。80円ちょうどから81円の50銭ということです。今日の見通しはどうでしょうか。市場全体ではドルのロングというものが少し残っていると思われまして、はい、しばらくは持ち高の調整にドルが押されやすい状況です。特にドル円に関しましては、日本の経常収支の悪化ですとか、金融緩和の強化といった上昇材料を消化した感じが強いので、一旦80円台前半まで下がる場面もあると見ています。一旦円高ドル安方向ということですが、ポイントにですね、この80円台の攻防とある、80円をこう割り込むことも考えられるということでしょうか。ちょっとまだ80円割れはないというふうに見ています。はい、市場では早くもアメリカの QE3 を見込む声もありまして、確かにドル安も意識されてはいるんですが、アメリカの景気回復シナリオが完全に頓挫したというわけではありません、はい、それから一方のユーロに関しましても、ECB が出口ですとか金融引き締めに動くという状況にはほど遠い、うん、それから欧州の財政不安も意識されている中で、ユーロも盤石ではありませんので、はい、必ずしもドルだけが下がっていくという状況ではないと思います。はい、わかりました。はい、はい、内田さん、ありがとうございました。ありがとうございます。はい、おはようございます。アメリカタイム終了しました。まずですね、王子ですね、見ると値幅的には 108.8 ピップスですね。アジアタイムこそ上昇してきましたが、欧州タイムからずっと下落してきて、途中黄色200円目、ブルー50円目、ボリンジャー上限ピボットと、マルチのレジスタンスで戻り売りが入ってきまして、 S1 も突破、M1 ですね、あ、失礼、これは王子でしたね、ドル円王子ですね、そうそうそう、王子でいいんです、ごめんなさい。そしてそのままほぼ安値引きで終了ですね。これが15分足で、1時間足はこんな感じになってまして、先週の安値でちょうどダブルボトムですね。途中200円目あたりで戻りが入っているというのが分かりますね。このままもう下抜けちゃうんじゃないかなという感じですが、利足的にも跳ね戻しが強力なサポートになってますが、そろそろ抜けそうな気配も、もう株の調子悪いのでね、という感じですね。そして、ケーブルですね、2人見ると15分足が121ピップス、こちらも欧州タイムからドーンと一気に売られまして、200円目ピボットで戻り売り、そしてダブルボトムではないですが、まあ、ほぼ近い感じでもう一回ピボット奥まで来て終了ですね。15分足、1時間足はこんな感じ、1時間足的には200円目でトーンと戻り売りが入って、こちらも先週の安値ダブルボトム付近まで行ってピボットまで戻して終了。足的にもこちらのですね、トレンドラインですね、トレンドラインがサポート、ブルーの50円目などもあって上昇というのが、ケーブルでして、最後にユーロを見ると、ユーロ中古は値幅的には 90.2 ピップス、こちらはあれですね、まあ、ミニチュアの、サンゾンっぽいような形も作ってですね、1.305 ぐらいがサポートですね。 1.3 まではなかなか材料がないと、3割はなかなか材料がなかったという感じですね。これは15分足、1時間足的にも
もうちょっとこう下がるんじゃないかなと、このミニチュア三尊でドーンといくかなと思ったんですが、材料不足、 1.3 の株はもうちょっと大きな材料がないと終われないなという感じですね。途中 R1 まで行きまして、腰頭筋でもみ合ってるというのは1時間足で、4時間足的にも 5.30 目指してたんですが、なかなか割り込まないでもみ合ってる。まあ今日朝あたりに何か材料が出ればですね、確実にどちらかに触れていくって感じですね。そして日足もこの大きな3ゾーンありますが、このコアネックラインで今もみ合ってる。これを割ってくると大きくね、スペイン、ポルトガルあたりの材料が大きく出ればですね、この辺まで来てしまうんじゃないかなというような感じですね。そして週足もボリンジャーミドルライン下回ってきましたが、下回っていけばですね、一気にこのボリンジャーの加減まで来ますが、果たしてどうなるか。まあ以上がテクニカルでして、またブログの方から見ると、まあ、いつものように置き換え図を一人とね、左上もうなんかマックスカイザーさんも、来週再来週あたり今度はニューヨークで JP モルガンの会社の前で、シルバーの500ドルにしろとかなんとかいう、でもやるみたいですが、まあ、本当にね、まあ、ソニーもねどん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 業績は悪いし、パナソニックもそうですし、なかなか、まあ、大企業がねどん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 おかしくなってきて、まあ、そういうのに対抗してですね、私たち頑張ってますのでね、ぜひ応援してあげるといいんじゃないかなと。そしてこちらがデイトレーダーロックサさんのライブショー、アメリカタイム、アメリカ株についてですか、テクニカル解説、ザラバ中シカゴのフロアトレーダーの実況中継、そして、ニュース音声でライブ発信、水曜日金曜日のアジアタイムは、トレーダーさんも書いてインタビューショー、ウィーケンドはテクニカルの解説ビデオを24時間流してくれてますのでね、見ると参考になるんじゃないかなと。そして、まあ、YouTube が私の、デイリーリポートと、まあ、気に入ったビデオね、どん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 フィーディングで、フィードで流してますのでね、まあ、いろいろ面白いビデオ、まあ、サントランプさんがね、撤退したニュースやってますが、こんな感じでね、まあ、あと、Google プラスね、面白いビデオニュースね、結構 Google プラスはね、結構面白いニュース、日本で流れないようなね、ニュース流してくれてますんで、この人マックスカイザーさんなんかもね、もう JP モルガンの会社の前で、デモやるとか言ってますが、いろいろね、あとまあ人種問題とかもね、選挙がありますんで人種問題にスポットライトを当てた、ニュースとかですね、結構ね、あのサタデーナイトライブのね、ロムニーのモノマネやってて結構面白い、記事とかね、まあ、いろいろありますんでね、流すと、見ると面白いんじゃないかなと。このロシアなんかもう6人に1人がね、企業ビジネスをですね、私が始めた6人に1人が刑務所に送り込まれるって、ホリエモンみたいな話が6人に1人の企業家で起こっているというのね、ロシアの話題とかね、まあいろいろありますね。これなんかもあの、クジラのあれですね、クジラの肉かなんかを使って、香水を作ってたのがそうではなくても必要なくなったとかね、やってますが、本当にそのイルカを助けた記事とかも載ってましたが、とか忘れましたが、そういうね、なんかこうアメリカとかね、欧米の人はみんなそのクジラとかイルカをね、あのペットのようにね、あの
犬や自分の犬や猫のようにペットのように扱ってるわけですが、もうそういうのに全くそういうのにいかんね、日本の人はもうイルカ、あ、クジラを調査捕鯨とかね行ってね、騙してね、もうその漁してるとかね、もう世界中で叩かれてるんですが全く無視、本当どうなってるのかなと思う。そういうことをやってるからもう世界から恨まれてね、ソニーだのパナソニックだのね、どんどんボイコットね、テレビは買わない、ソニーのテレビはもうパナソニックのテレビも買わないでね、みんな韓国のテレビとかね、自動車もそのうちそうなると思うんですが、なっていくので、全くその国際感情を無視してね、なんか日本のあのね、ハードコア系の自民党とかね、なんかわけのわかんないチャンネルさくらとか出てきてね、いやー絶対そんな靖国は参拝するとかね、もうわけのわかんない愛国論を展開していきますが、ね、もう世界相手にビジネスしてるのに、そんなことやったらどん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 日本の製品も売れなくなるという、ね、そういうの全く無視してねやるから、ソニーとかもどんどん、まあ、パナソニックもそうですが、どん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 売れなくなっていくと、自分で自分の首を絞めてるのも全く気がつかないというね、展開ですが、まあ、そういうのをねどんどん流すとね結構面白いんじゃないかなと。このマイク・ウォレスさんもね、あのいろいろジャーナリズムの結構鋭いツッコミの質問とかしてね、なんかレーガン大統領も、日本から2億円ぐらいの賄賂みたいなものを受け取ったみたいに、そういうインタビューとかねしてたらしいですが、もうすっかりちょっとだけ流して、あとは全くマスコミは無視してるというね、そういうようなこともね言ってますが、まあ、そんな感じでね面白いビデオをどんどん流したらいいなと思います。もう今週もね、多分ね今晩あたりからまた動くと思うんでね、慎重にですね、負けないように落ち着いて頑張っていただきたいなと思います。それでは失礼します。